もちろん選手それぞれみんな役割も経験も年齢も違う中で、僕らがこういうサッカーをやるというサッカーを一番具現化できるメンバーを選びたいと思ってますけれども、やっぱり開幕戦という、ただの1試合ではないスタートの1試合目なので、そこは選手の経験値だとか、あるいは逆に言うと若さだったりとか、何かストロングポイントを本当に持っている選手たちをピッチに送り込みたいなと思ってます。ね、いつもどこのチームでもそうですけども、試合の当日の朝、熱を出す選手も出てきますから、やっぱりそういう意味ではギリギリまで選手のコンディションをちゃんとチェックしたいなと思ってますし、やっぱり気持ちも体も両方ともコンディションが揃ってないと、ピッチに立てないなというのは絶対ありますので、最後の最後まで選手を選ぶ作業と同時に、チームとして一つの団結力を出したいと思ってますので、選ばれた選手も選ばれなかった選手も一緒に戦えるような、そんな空気、雰囲気を作っていきたいなと思ってます。まあ、同じホテルにいますし、同じ鹿児島から向かうんですけれども、キャンプの延長上ではなくて、いよいよ開幕週だというところで、いろんな意味で気持ちのリスタート、体のリスタートをしたいなというふうに思ってます。で、今日選手にオフを、明日選手オフを与えてますので、オフ明けからはモードを変えて、実戦モードにして、開幕に向けて、最後の調整、最後の準備をしたいと思ってます。チームの雰囲気はかなりいいなというふうには感じてますね。キャンプ中の食事の時でも、みんなが食べ終わっても、かなりの人数の選手がみんなと喋って、楽しい雰囲気でやれていると思いますし、それがピッチの中でもつながって、いってるなというふうに思いますし、まあ、例年以上にサッカーの話をする選手がかなり多いなというふうに感じてます。まあ、僕自身みんなとワイワイ楽しむっていうか、まあ、そういうキャラクターではないですけれど、まあ、元気な選手も多いですし、まあ、僕はそういう選手たち全員が同じ目標に向かっていけるように、ちょっと不満を持ってそうな選手がいたらコミュニケーションを取って、その不満をなるべく明日に持っていかせないようなアプローチは積極的にやってるつもりです。終わってきたかなっていうふうに思いますね。その簡単にボールを失わないとか、今までだったら、ちょっと難しいボールを外に切って相手のスローインから始めちゃうところを少し努力してマイボールにするとか、そういうボールを欲する、そういうメンタリティっていうのは、去年とは比べ物にならないぐらい変わったかなっていうふうに思いますし、そういう気持ちが、ワンタッチでパスをパン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 つなぐようなシーンにつながってきてるんじゃないかなっていうふうに思います。そんな攻撃が自分自身は苦手なので、まあ、守備の選手だと思っててっていうのも監督にも伝えてたんですけど、まあ、そこの殻を破れというか、もうそのトライし続けろ、まあ、自分を信じて新しい道を切り開いてけっていうのは言われ続けてたので、まあ、そこでやっぱこの1ヶ月間取り組んでいく中で、まあ、自分自身新たな自分が見つけられたと思いますし、その違ったプレースタイルっていうのが見せられる自信が、まあ、自分にはあります。で、あと、まあ、チームとしては、ボールを、まあ、みんなで運びながら、まあ、そのゴール、得点を取る形っていうのがみんなそれぞれ明確になってきたと思ってるので、まあ、そのゴールを取る形、それに持っていく形っていうのも成熟してきたと思うので、その得点を取ることに関しては、まあ、すごい期待してほしいなと思ってます。まあ、同期の野村くんですかね。まあ、自分が今、サイドバックやることが多いので、まあ、彼、まあ、センターバックで、まあ、そのユニットといいますか、はい、なんか、まあ、ポジションが近いということで、まあ、パスも多く受けることがあるんですけど、まあ、そこでやっぱその丁寧さだったり、その次の自分がプレーをどうするべきかっていうのをメッセージが
まあ、伝わってくるというか、